はい、皆様、くまたくバーチャルタクシー本日のご乗車ありがとうございます。今回ですね、約3週間ぶりにスタジオからのですね、はい、放送という形になります、うん、はい、今日キモンどうしたのそれ。だって今日あれじゃないですか。あれ今日あれじゃないですか。ああ、よくあったよね、こういう。ちょっとテンション上がってます。申し訳ないです。すいません。だってあれじゃないですか。気づいたんですけど、顔真っ黒じゃないですか。いいんです、これさえあればいいんです。顔はどうでもいいんです。これチョッパー、チョッパーのやつ。これはチョッパーですね、はい、これチョッパー、はい、チョッパーです。お友達です。お友達なんだ。はい、チョッパーお友達。はい、不思議ちゃんだけんですね、彼はですね。ビッキーさんに室井さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。今回ちょっと麦わらの一味の銅像を巡るということで、はい、今熊本県ですよね、はい、熊本県内に今6体、はい、銅像がありますけれども、はい、で実際はあれ全部で本当は9体ですかね。そうですね、はい、あと3体はまだ作られていない、そうですね、ということですよね、はい、で今ある6体をちょっと今回見に行こうと思いまして、はい、行ってきました。やった、はい、まあ麦わらの一味、まあ、まずはルフィ像の方からですね、はい、行きたいとは思いますけれども、はい、実はですね、今銅像6つと言いましたけども、はい、こちらですね、うちの熊田区、はい、オリジナルコースということで、はい、近々、はい、ちょっと皆様と一緒に、どうしても見に行きたいと、うん、おっしゃられる方がいらっしゃれば、はい、はい、ご一緒させて、はい、いただこうかなと、うちの企画としてですね、はい、考えてもおりますのでですね、はい、よろしくお願いします、はい、で今回ちょっとまたびっくりしたのが、はい、前回自分実機さんと会ったんですよね。うんうんうん、前回ですね、はい、はい、今回はですね、3人で撮影しているときに実機さんとお会いすることができました。実機、びっくりしました。いや、はい、かなりびっくりしました。彼はトイレ行ってたんですよね。トイレ行っててですね、戻ってきたら、なんか変な顔したもんね。二人なんか仲良く喋ってて。そうだったですもんね。間違いじゃないかな。まあでも本当にお声かけさせていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます、実機さん。他の、ご視聴されているお客様も、うん、もし自分たちを見かけることがあったら、はい、お声かけの方、はい、はい、よろしくお願いいたします。気軽に、気軽にお願いいたします。はい、はい、じゃあぼちぼちちょっと、はい、V の方をちょっと行っちゃうんすか。行っちゃいますよ。行っちゃうんすか。行っちゃうんすか。行きましょう。じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、それでは VTR カモン。こんにちは。あ、どうも。こんにちは。こんにちはですね、皆様もお楽しみにしてると思いますけれども、うん、ルフィ像を巡りということで、今日はですね、今こちら県庁のプロムナードの方に来ております。はい、はい、今緑がですね、生い茂ってですね、すごく綺麗な景色なんですけれども、綺麗ですね。はい、こちらの先の方にですね、はい、ルフィ像があるということで、はい、ちょっと見に行きたいと思います。行きましょう。はい、行きましょう。ゆっくりちょっと行きましょう。で、木村さん、はい、作者の、ワンピースの、作者の小田栄一郎さん、熊本県の出身の、熊本出身ですね、出身の方なんですけれども、そうですね、はい、もともとですね、このワンピースというのは、はい、1997年、はい、に、少年ジャンプで開催されたのが始まりだと自分は聞いてます。はいはい、はい、掲載されたのは掲載されたですね、はいはい、聞いておりますけれども、それからテレビの方に行って、うん、映画もあってということでですね、はい、約4億部だったですかね、ですかね、あると思いますけれども、はい、発売されていると思うんですけども、はい、こちらになります。モンキー・ディ・ルフィーっていうんですかね、こちら。はい、はい、もう一つぶつかるとこだった。モンキー・ディ・ルフィーですね。モンキー・ディ・ルフィーっていうのがもう正式名称、正式な、そうです、そうです、名前ですかね、はい、名前がモンキー・ディ・ルフィーです。すごい腹筋、すごいですよ。あれって
てますね。そうですよ。なんかこうやって触るの俺初めてかな。実は自分も今日初めてなんですよ。こんな近くに見るの初めてなんです。これは実寸大で作っ実寸大と一応聞いてます。はい、実寸大大体170センチぐらいじゃなかったですかね。こちらに小田一郎さんの手形が、あ、小田先生の、はい、小田先生ありがとう小田先生なっておりますけれども、はい、こっち後ろの方を見ると後ろ回ってみますか。後ろ、うん、きれいにないな。銅像だなこれ。やっぱりかっこいいですね。これ麦わらの一味、はい、ですよね。そうです、麦わらの一味。そうですこれなんで、これ麦わらだけど、はい、もともとはなんでこの人海賊王になるってことですよね。そうなんですね。そうです、コンセプトとして。そうです、はい、なぜ海賊王に。まあ、ちっちゃい頃ですね、まあ、ここやし村というところの出身なんですけど、はい、ここやし村の出身のルフィで、そこに、まあ、ある海賊が来たんですけど、それが、まあ、赤髪のシャンクスっていうですね、赤髪海賊団でいるんですけど、はい、この海賊団、そこの、船長がシャンクスっていうんですけど、そのシャンクスに憧れてですね、憧れた、はい、憧れて自分も海賊になりたいと、はい、それがきっかけですね。はい、この赤髪のシャンクスがまた後にですね、もうすごいいい人なんですよ。あ、はい、後にですね、はい、そうなんです、そうなんです。あ、はい、そうなんだ。自分も最初の頃ちょっと読んだんですけども、はい、なんせ平成で言うなら平成9年かな、うん、平成9年ですよね、うん、はい、少年ジャンプが、はい、ジャンプでこう掲載し始めたのが、はい、まあ娘が生まれた年だったので、うん、あんまり読む機会もあんまりなかったんですけど、はい、あ、そういう流れがあったんですね。そうなんです。ちなみに、もう あんまり言うとネタバレするのもあれですけど、この、まあ、麦わら帽子ですね。はい。はい、まあ、麦わら、ルフィの、まあ、代名詞という麦わら。これもシャンクスからいただいた麦わら帽子なんですね。いただいたというか、預けられてるというかですね。はい、預けられるの？これをですね、もうシャンクスが、本当はシャンクスについていきたかったんですよ。当時。はい、でもお前はまだ子供だからと。大きくなったら海に出ろと。でその時にシャンクスが自分の麦わら帽子をルフィに託すわけです。シャンクスが預けるわけです。で俺のとこに来いよって、高みに来いよっていうことでですね、それからもシャンクスから預かってる帽子がこの麦わらなんですね。それを未だに未だにです、未だにです。じゃあちょっとネタバレするかもしれないけど、はい、シャンクスとはあったの？今現時点ではまだ会えてない。あ、まだ会えてないんだ。まだ会えてないです、大人になってからですね。今、はい、単行本でちょっと調べたら、はい、今全 98まで出てます。98までかな、はいはい、です。少年ジャンプの中では、こっち亀に次ぐ、うん、ね、そうですね、超ロング、はい、まあ、アニメということになりますけれどもですね。です。で、さっきですね、実はちょっと松田君が面白いことをちょっとお調べになられまして、はい、もともとこちらですね、もちろん熊本市出身ということでですね、はい、小田栄一郎さんがこちらの銅像を寄付というかですね、はい、そういう形になったんですけれども、はい、熊本地震で、はい、熊本の方がですね、うん、もちろん被災になりまして、はい、いろんな熊本市、まあ、軍部の方も含めて、うん、今6体、はい、6体ですよね、はい、今あります、はい、でその6体全部で本当は9体なんですか、あるいは8体ですかね。今現在そうです、9体か、今6で、今6体ですよね。ですね、3体できてないので、3体できてないので、はい、全部で9ですね、はい、全部で9ということになっております、はい、できてないのが西原村と大津とどこだったっけ、東海、東海大、東海大か、はい、この3つに設置予定ということになっておりますけれども、はい、こちらですね、
あの熊本地震で被災した、ところにこういろんなところに銅像が置いてありまして、うんはいそこの地域を復興支援するっていうことで、はい、この銅像を設置しているらしいです。あ、うんうん、はい、そうなんですね。はい、で、ですので、そういうことで一応コンセプトとしてはルフィが熊本市を、復興支援するぞっていうことでこう来たような形なんですよね。さすがです。はい、さすがです。さすがです。で、いろんな各地に、自分の仲間を置いて復興支援をした後、うん、ここにもう一度戻ろうと、戻ろうと、はい、集まろうと、集まろうと。だからもしかしたら、何十年後か何年後かちょっと分かりませんけども、ここに全部そうですね。ドラーって並ぶかもしれないですね。集まるかもしれないですよね。車集まるかもしれないです。はい、来てほしいです。来てほしいんですけれどもですね。まあ、とりあえずは今日はまずルフィ像から来ましたのでですね、はいまあ、でもやっぱ間近で見るとかっこいいですね。かっこいいですよ。かっこいいですね。かっこいいです。ちょっと言ってみようかな。ちょっと目が丸いですね。海賊王に俺はなる。あーそうか、いいな。でもこれ手形があるって知らなかったね。あ、知らなかったです。多分これルフィ像しかないよね。ルフィだけじゃないですかね。ここのなかったよね。ちょっと見た時ね、モンキー D ルフィっていうんだ。そうです、本名モンキー D ルフィ。この D、 D がまたちょっと、はい、D ルフィなんです。あー、 D、 D の、はい、まだそれははっきりされてないんですけど、時折その D がつく、はい、名前の人たちがいるんですよね。はい、そうなんです。だからこの D の名前のが何なんだっていう、ね、謎めいたところがあります。確かに、はい、あ、そうなんだ。じゃあ今日はそれも追いかけますか。ちょっと今日追っかけられるかな。長くなりますよ。何週間にわたるかもしれませんよ。はい、じゃあ、次の、はい、ちょっと銅像に名残惜しいですけれどもですね、はい、ですね、ちょっと行きたいと思います。はい、じゃあ次の銅像に君も行こうか。行きましょう。はい、行きましょう。せーの、シュッ。よいしょー、よいしょー。来ちゃいました、来ちゃいました。結構遠かったね。はい、俺ちゃん到着、到着。はい、ここはですね、三船町、はい、三船町になります。三船町ですね、左手の方、自分たちから見ればですね、はい、けれどもですね、こちらの三船高校、三船高校、はい、はい、実は自分の母校になります。おお、はい、あ、後輩たちですね。はい、はい、で、先のあの茶色い建物が三船区場になります。はい、はい、はい、こちら左手の、こちらの方が、消防署の方に、消防署、はい、になりますですね。で、今こちらにいるのが、はい、市のふれあい広場というところになります。ふれあい広場、公園ですね。そうです、そうです、はい、小さい子がですね、はい、たくさん来るようなところなんですけれども、はいはい、こちらの方にですね、はい、麦わらの一人でもある、はい、ブルックさんが、ブルック、はい、がいますんでですね。あ、これブルックの笑いです。あ、なるほど。知らない。はい、なるほど。じゃあ、あちらの方を見てみましょう。はい、ブルックになります。よっ、よっ、ブルック。ファンキーですね、ファンキーですね。ああ、これも等身大なんですよね。これも等身大らしいです。このくらいなんですか、だいたい身長的に。違ってないです。ああ、でもこれ2メートルぐらい。身長高いですよ。高っ。高いです。でもこれ顔を見ていただくと分かるように骸骨です。骸骨、骸骨ですよね。リボンしてますね。そうなんです。でギター持ってますね。ギター、サメのギター。はい、サメのギター。彼は一応あの麦わらの一味では、音楽家として、はい、音楽家なんだ。はい、音楽が大得意です。はい、もう音楽何でもできます。ギターからピアノ、バイオリン、何でもできます。はい、なんかさっき思ったけど、ええ、みんな悪魔の実とかいうのを食べて、例えばルフィだったら、そうなんです、ゴムゴムのとかでしょ。そうなんです、はい、この人はもともとこのキャラなんですか。ですね、本当人間なんですけど、今骸骨でしょ、はい、実は彼だいぶ前に一応死んでるんです。はい、でこの彼が食べた実がですね、よみよみの実って言って、あの死んでしまうと蘇るという能力を持ってるんです。ということは不死？
死ぬことがないってこと？そうですね、一度人の状態で死んでしまってもその読み読みの力で蘇ってるんですよね。だから肉体、その皮膚とかそういうのはなくなってるんですけど、骸骨のままそのまま生きてる感じで骸骨なんです。だからこれも手も、あ、そうなんです、骨なんですね。全部骨、骸骨なんだ。だから細いんですね。そうです、骨だけ似てよく言ってます。ヨホホホホホヨホホホ。ちなみにこの人の武器は？あ、彼はですね、一応音楽家でありながらも剣士なんですよ。剣を使います。お、はい、へ、めちゃめちゃ強いです。あ、強いんだ、やっぱり。めちゃめちゃ強いです。で、あの、まあ、一つ悪魔の実は、あの、一つ欠点があるんですけど、はい、やっぱ悪魔の実というのは それなりの力を得るわけですよね、はい、うん、あの、普通、普段ありえない力を得るんですけど、はい、それと引き換えに、あの、海で泳げなくなります。金槌になるんです。そういうリスクがあるんです。あ、はい、だから、あの、悪魔の実の能力者は海が弱点なんですよね。あ、はい、泳げないんで。なのに海賊船に乗って泳げないだけじゃなくて、もう力が入らなくなるんです。だからもう海に入ったらもう溺れて死んでしまうっていう能力の欠点があるんです。海賊なのに。そうなんです。海がダメ。そうなんです、そういうのがあるんです。そうなんで。も彼の得意がもう海ちょっと使っただけでもみんな能力者はふにゃんってなるんですけど、はい、彼骨だから軽いですよね。海の上走りますよ、ね、彼走るんです。能力者はみんな海に沈んでいくの、彼軽すぎて走っていくんです。そういう特技があります。ブルック、ブルックは、ね、はい、音楽家として。そうなんです、一緒にいるってことですよね。やっぱり海賊なんで宴が好きなんですよ、はい、でもルフィ船長がね、もう絶対に音楽家はいるってなってですね、はい、で仲間に、最後の方で、はい、そうです。球体のうちで一番最後、この一応球体では最後ですね。最後の方なんで、最後に一番最後に仲間になっているのがブルックです。今この銅像があるのではそうですね。ただちょっと本編ではこの後にもう一人仲間になってるんですよね。銅像のメンバーには入ってない。入ってないんです。はい。じゃあ本来は今球体でしょ。はい。あるのは6体ですよね。今現在はまだ6体。で、あと3体追加されて、はい、はい。今度1体、本当は。そうですね。はい。お話の中ではあるんですね。そうです、そうです。この銅像の話が後に仲間になっちゃった人がいるんで、はい。それがどうなるかって分かんないです。はい。でもまあすごい、あ、でも手形はやっぱない。あ、ないですね。うん、でもサインはここにありますね。H.O. だ。出てる。アリットケロン。あ、すみません。ところどころ歌っちゃいますよ、ね。なんかいろんなとこに QR コードもあります。あ、本当だ。スタンプラリーとかも。スタンプラリーですね。なんか。でもあんまりこうやって後ろ見ることないけど。そうですよね。後ろまで綺麗にこう。これ紙？紙の、あ、忘れてました。あの骨だけになってるんですけど、これもともとその生きてた頃、この骨になる前はあのすごいアフロの、アフロだった。アフロだけは残ってるんです、はい、そうです。だからこれ地毛です。地毛、地毛です。ブルックの地毛です。はい、地毛なんだ。骸骨と骨と骨だけは残ったっていう。あ、はい、ま、三船町は、彼が復興と支援を、はい、助けて。そうですね、ということですよね、はい。まあ、音楽大学もありますし、三船町にはですね、はい、音楽大学もありますので、まあ、多分こちらの方に三船町はあのブルックということで。そうですね。またね、あの恐竜とかも有名ですよね。そうです。三船はですね、はい、実はですね、三船町は、恐竜の里としても有名です、うん、ちょっと年代忘れましたけども、はい、こちらの先の方に行くと滝尾というところが、滝尾という地区があります、はい、でそこでですね、小さい、少年が、うん、骨の化石を見つけたと、だから、もともとの始まりなんですね、恐竜の里というのは、はい、多分このくらいだったんです、はい、のやつを発見した後に、
でも今すごいですよね、このくらいの骨しかないのに、ここは装飾か分かるらしいです。あ、はい、そうなんですね。で、向こうの方にちょっと入り口の方に飾ってあるのがですね、ちょっとここから見えませんけども、三船流ということで、一応肉食恐竜がここにいたということになりますので、うん、一応こちら恐竜の里って形になっておりますね。そ う, はい、まあ、そういうつながりもあるんでしょうね、骨だけに。骨だけに。ムカつくわ。やっぱこういうキャラなんです。はい、ふざけたキャラなんです。ジョークもうまいですね。はい、そうです。よほほほほほ。で、先も言いましたように、あれもね、恐竜のあれでありますんで、はい、いろいろとですね、ありますんで、はい、ぜひ三船町のお越しの際には、はい、こちらブルックを見ながら、はい、いろんなですね、はい、お買い物もお願いします。実は自分、ね、地元ですので、地元 B 級の人間です、すいません。あ、もうそうですね、ぜひアピールして、はい、恐竜博物館の方もございます、はい、町役場の隣ですよね、はい、にありますのでですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあぼちぼちお時間ですので、行きますか、次の場所にちょっと行きましょうか。はい、はい、じゃあ行こうか。行きましょう。はい、僕も一緒に行くよ。じゃあせーの、シュッ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 。すいません、膝が。小芝居するな。すいません、大丈夫です。無糖、無糖。大丈夫です。いや、すいません、すいません、大丈夫です。どうぞ。こちらはですね、熊本動物園の方になります。はい、動物園駐車場ですね。はい、今ちょっと正面玄関の工事があってましてですね、ちょっと中の方はですね、まだ見れない状態ですけども、はい、一応正面玄関の前にある、こちらの銅像がチョッパーです。チョッパー来ました。どうも。チョッパーかわいいですね。チョッパーやっぱちっちゃいですね。ちっちゃいです。ちっちゃいです。こんなちっちゃいね、チョッパーって。なんか60センチぐらいでしたっけ。ちょっと忘れましたけど、はい、まあまあでも60か70ぐらいでしょうね。はい、ですね、はい、こちらも、サインが入っております。はい、ね、はい、そうですね、はい、トニートニーチョッパー正式名。トニートニーチョッパー、はい、そうなんです。こちらの動物、はい、動物ですからね、これ。そうなんです。もともとチョッパーはですね、人形じゃないです。トナカイなんですね。まあ、見ても分かるように、トナカイ。トナカイ、はい、トナカイがですね、まあ、これもまた悪魔の実の能力者なんですけど、はい、人々の実。人々の実。っていうのを食べて、はい、まあ、人々、人に喋れるようになるんですね。人みたいに。はい、ああ、言葉を喋れるように。喋れます。はい。人間と同じように喋ります、うん、はい、で。人間みたいな体型にも変形することができます。通常はこんな感じです。通常これ、はい、なんかこれめちゃめちゃ大きくなったりもしますよね。なります、なります。戦闘時とか、はい、そうです。いろんな戦いのパターンがあります。はい、もともと、彼の役目っていうのは船の中での役目っていうのは。これ分かりますかね。聴診器もありますけど。聴診器。はい、あ、聴診器なんだこれ。はい、聴診器ですね。彼、医者です。お医者さん。お医者さんです。はい、繊維ですね。繊維。はい、繊維なんだ。そうなんです。でも。繊維なんだけど、これ爪2つ、あ、爪こうなってますけど、はい、何でもできます。ああ、はい、なってるんだ。メイです。すごいです。メイ、はい、へえ、はい、ドクタークレハにいろいろ教わってます。あ、分かりませんね。ドクタークレハ、クレハにいろいろ教わってます。チョッパーの先生みたいな感じ。そうですね、恩師っていうか、はい、恩師、はい、ドクタークレハ。若さの秘訣会、これ知ってる人は知ってるんですけど、ね、で、こちらの方、はい、後ろの方見てみるとこういうサインが、はい、はい、小田栄一郎と書いてありましてですね、週刊少年ジャンプ編集部ということになっております。そうですね、はい、こちらの方もですね、ちょっと撮っておきたいなと思いましてですね、そっか、じゃあお医者さんなんですね。医者です。はい、はい、チョッパー。医者です。医者です。はい、繊維です。はい、繊維なんですね。何でも直します。メイですよ。これはどのくらいで、今の、ね、番号でいうと何番目ぐらいに入ってくるの？番号ではですね、だいたい中3ぐらい。あ、いいですね。どうぞどうぞ。どうぞ。まず一番最初がゾロだったでしょ。
ゾロ、うん、ゾロ、ウソップ、サンジ、ナミ、チョッパー。5番目、5番目かな、5番目の仲間、はい、お医者さんということで。そうですね、5番目の仲間ですね。あ、はい、そう、まあでも一番もしかしたら人気があるのかもしれない。はい、大人気です。ちっちゃい子に大人気です。はい、でやっぱ動物園だから、動物園、動物園の前に。そうですね、はい、うん、まあ、もちろんあの動物とも話せますし、あ、はい、動物の言葉が分かりますし、はい、へえ、トナカイですもんね。トナカイです、これトナカイってイメージあんまないけど、トナカイなんですね。そうなんです、ほんとね、こう青っぱなのトナカイ。青っぱな、昔はいじめられてたんですよ、トナカイの仲間から。お前だけ青っぱなだなんて言われてて、で寂しい時に、うん、一人ぼっちになった時に、ヒルルク、ヒルルクという人物に会うんですよ、はい、でそのヒルルクから名前をつけてもらったのがトニートニーチョッパー。それまで名前も何もないただのトナカイだったんですけどね。はい、そうなんです。めっちゃ悔しいよね。ええ、ええ、そうなんです。めっちゃ悔しいよね。はい、大好きです。まあでもみんなやっぱり見に来るんだね。結構お客さん多いですね。そうですね。写真撮られるお客さん先からたくさん来てらっしゃいますけれども、はいですね、自分たちもあんまり邪魔にならないように、はい、長居もあんまりできませんので。はい、時間の都合上です ね、はい、そうですね、もうちょっと行こうと思います。行きましょうか、はい、じゃあ次の場所に、はい、ちょっと行きましょうか。行きましょう、じゃあチョッパーまた会いましょう。この野郎がじゃあ行こうか。行きましょう、せーの、よいしょよいしょ大丈夫、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 全然大丈夫、全然大丈夫。ちょっとジャンプするのもね、もう今回結構ジャンプしてきてからちょっと俺らも太もも張ってるけど、今日ですね、はい、こちらは益城町の、はい、体育館の方になりますですね。益城体育館、はい、綺麗になりましたよね、はい、熊本地震でですねだいぶ被害を受けた体育館なんですけれども、はいはい、こちらの方も綺麗に今ですね完成して、はい、もう本当に前以上の体育館だと思いますので、全部綺麗になってますね、はい、あちらの球場の方もですね、サッカー球場の方も綺麗になっておりますので、トラックとサッカー場、被災の時ね、グランドに全てテントが張ってありまして、はい、自衛隊の方たちのお参りする場所、そうでしたね、はい、だったと思います、はい、今はですね綺麗な形になって、益城町の復興、はい、ちょっとずつですけども、うん、進んでると思っております。はい、はい、で今回はですね、こちらサンジをご紹介したいと思います。はい、こちらになります。ドーン、はい、こちらになります。3時になります。はい、木村さん、3時、はい、っていうのは船の何人？なんか持ってますね。こう分かりやすいですね。これ料理を運んでますね。これなんすか？何の料理ですか？タコ。タコ。マリネ？何？タコ。オマールエビ。シーフード？エビ。そうです。もう見て分かるように料理人、コックですね。料理人。麦わらの一味の担当です。コック担当。はい、コック担当です。はい、です。でもいつもタバコくわえてるイメージけど。そうです。大体くわえてます。はい。はい、こんにちは。はい。はい。そうです。で、キムボン大人気です。はい、大人気です。はい。で、ちょっと気になったのが、はい、指長。あ、長いですね。やっぱり。こう指が細くて。もうすごいですよ。サンジの料理包丁さばきすごいですよ。はい、半端ないです。包丁クルクルクルって回しますからね。あ、はい、でももともと料理人として入ったんです、ね、そうなんです、ね、そうです。海上レストランバラティエっていうところでですね、はい、そこで副料理長やってました。あ、副料理長。副料理長です、はい、それなんか海上レストラン。海上レストランです。そうです。じゃあいろんな海賊がそこにご飯食べに来るよ。海賊も来ますし、普通の民間の、民間のお客さんも来るようなところです、はい。だからもう海のレストランなんで、ね、海賊とかも来たりするんで、もう強い男たちがいるバラティエというですね、うん、そこの副料理長をやってました。あ、はい、じゃあ腕っぷしも強いんだ、やっぱり。強い、もうみんな強いっすよ、麦わらの一味。でも彼は、はい、なんか悪魔の実は食べてる。そうなんです。彼はもう普通の人間です。能力者じゃないです。で、まあ、特徴はこのぐるぐる眉毛ですね。あ、眉毛がぐるぐる眉毛、ぐるぐる眉毛、はい、よくゾロとね、
喧嘩するぐる眉とか言われてますけど、これですよね、はい、ぐるぐるした眉毛。でまあ能力者でもないけどすごいやっぱ戦闘も強いんですけど、まあ、ちょっとまあ初の質問です、はい、まあね、さっきまあブルックとか剣を持って戦うとかあったんですけど、三区長として戦い方があるんですけど、なんか分かりますか？あ、分かった。戦い方があるんですけど、あんま知らないから、じゃあそうですね、じゃあ一つ付け加え、足技しか使わないんですよ。あ、もう蹴りしか使わないです。テコンドーですか？いや、まあ簡単に言うとそんな感じ。カポエラカポエラ、絶対手を使わない、技だけで戦っていきます。これなんでか分かります？いいんだから。正解です。あ、はい、手は大事なんだ。そうです、もう手はもう料理のためにある手なんで、はい、ああなるほど。戦いで一回もってことないです。足技ばっかりです。あ、ムートンショット。あ、すいません。足技でね、はい、じゃあもうずっと足技なんだ。足でもカポエラみたいなもんでしょ？そうですね、知ってるかな、ね、うん、カポエラみたいなもんでしょ。そうです、手というよりも、はい、うん、カポエラも使わないですね。料理するための両腕があるんであって、もう料理のことに関してはもう超一流で、うん、もう超一流、すみません、超一流しか出てきませんけど、あ、はい、一流。まあでもずっと一緒に旅をするそのきっかけ話とかはあるんでしょ？はい、そうですね、まあ簡単に言いますと、まあずっとそこの会場レストランバラっていたんですけど、はい、まあルフィ仲間にするにあたってやっぱり、ね、料理人が欲しいと、うちのチームにコックってすごいサンジのことを気に入って連れ出したっていう感じです。まあサンジさん嫌がってたんですけど、まあサンジ夢があって、まあ、ワンピースちょっと話すみませんね、長くなりますけど、はい、いえいえ、その海っていうのがあるんですよね、はい、まあ、東西南北、はい、でルフィはちなみに東の海、イーストブルーっていうところですけど、まあ広い海でこの4つの海、の魚が集まるところのんですよ、オールブルーって、はい、でもなんか変な南北である真ん中ぐらいのやつ、真ん中、そこも定かじゃないけど、どっ各海の魚が一斉に集まるオールブルーっていうところがあるんですけど、彼はそこを夢があったんですよね。はい、でまあその夢を、まあ、一緒にやろうっていう感じになって、そこで何をしたいって、そのいろんな魚を使ってっていう、まあ、やっぱりあの料理人なんで、やっぱ魚とか海の食材好きなんで、なんかそこに行くことが、その場を見つけること、小さい頃からの夢だったんですよ。で行こうっていうことで、はい、でずっと今一緒に、そうですね、はい、旅をしている途中。そうです、へえ、そうです、はい、そうです。あ、ですごい、あの八田さんとか松田さんと似てるとこがあって、はいはい、あのすごい女の子好きです。はい、あのすごい女の子好きすぎてですよ。うん、たまに敵、やっぱ女性の敵とかですか、戦いません。絶対に女性には、はい、手を出さない。じゃあもう紳士なんだ。はい、いくら相手が悪者敵だろう、女性には手を挙げない。は、はい、絶対、あ、手を挙げないか。あ、そうです。そうです。うん、攻撃できないんです。こういう弱点があります。はい、それはあの唯一。この方だけ？そうですね、はい、そうです、はい、まあでもジェントルマン、はい、ジェントルマンです、ジェントルマンですよね。あの女性にも大人気ですね、はい、料理ができて女性には優しい、すごい優しい、まあ、でも男には厳しいです、はい、今の現代の男性陣も見習うべきかもね、料理、まあ、できてって、常にレディーファースト、はい、紳士です、はい、はー、料理人、料理人です、はい、サンジかっこいいですね、はい、でこちらも、あ、もうサンジしかないんだね。あ、まあはい、本当はあるんですけどね、あ、本当はあるんだ、はい、本当はあるんですけど、まあそれは本編を見られてですね、あ、はい、あ、そういうことだったのかって、まだあんまり言っちゃうとネタバレになる、あ、はい、でもとりあえずサンジ、サンジです、サンジです、はい、で、さっきサインもありますし、小田先生、はい、こっちも本文ですね、少年ジャンプ編集部ということで、ですね、掘ってありますからですね、スタイルいいですね、シュッてですよね、シュッてしてるね、本当にシュッてしますけどね、もう足技すごいですから、あ、もうこういう建物を壊しますからね。はい、すごいです、あ、はい、すごいです、そっかそっか、はい、折れないです。まあでも麦わらの一味こうやって今いろいろこう見てきましたけど、多分ですね、これから先こう見に来られる方もたくさんいらっしゃると思いますのでですね、はいはい、ですね、銅像には触っちゃダメだと言っておりますので、はい、その辺もご注意しながら、ね、ゆっくり見られてくださいね、はいはい、じゃあぼちぼち、あ、行きましょうか、ちょっとに、はい、大丈夫、足、あ、大丈夫です、大丈夫、 OK、はい、はい、大丈夫、じゃあ行くよ、行きますか、じゃあ次の場所に飛ぶよ、はい、じゃあ行こうか、行きましょう、おっ、せー、よいしょ、よいしょ、まだまだまだ大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、今ですね、こちら高森町、はい、高森町に来ております、はい、後ろの方にあるのが
高森駅の方ですね。はい、高森駅に、駅のですね、駐車場にあるのがそちらの銅像になります。銅像。はい。リリー・フランキー。リリー・フランキー。いや、フランキーでしょ。フランキー。ただのフランキーでしょ。バトル・フランキーですね。はい、ああ、ちょっと見てみましょう。行きましょう。行きましょう。これやっぱり腕でかいですね。腕ですかあれ。これ腕ですよね。腕ですよ。でっかい。すごい。これすごいよね。あ、これフランキーのポーズですね。変態フランキーです。はい、手動くんですか。動きます動きます。このフランキーの得意なポーズ、お約束のポーズですね。ダン。本当はここに二人妹分がいるんですよ。モズとキュウイっていうね。で、こちら等身大とは聞いてますけども、ちょっとイメージが。もうちょっと大きいのかなと思う。勝手なイメージです。多分等身大じゃないです。これ言っていいのか分かんないですけど、もうちょっと大きいはずです。もうちょっと大きい。ああ、なんですね。でも彼はそのこの一尾での役目というのは、彼の担当は船大工です、ね。船大工、はい。船作ったりします。ああ、はい、そうなんですね。そうなんです。でね、ちょっと一つ思ったのが、後ろに樽が、はい、樽が、はい、ありますよね。はい、コーラと書いてありますけど、これコーラの樽なんですよね。これコーラ樽。まあそうですね。なんでコーラの樽があるか、うん。なんでコーラの樽があるの？てかまずまあちょっとフランキーを説明させていただきますと、はい、あの彼は能力者ではないです。人間なんですか？人間なんです。でもおかしいでしょ。うん、はい、サイボーグです。サイボーグ。サイボーグなんです。はい。へえ。ちなみに、なんかちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。これはもしかしてトロッコ列車。これはトロッコ？トロッコ。わあ、高森駅が。わあ、すごい。こんな偶然ってあるもんなんだ。まさかの。いらっしゃい。おお、バイバーイ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。バイバーイ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。バイバーイ。おーすごい。みんな笑顔だったね。くまモンじゃないけどね。キップモンなんですけどね。ちょっとだからみんなちょっと変な人いたんだ。変な顔いたんだ。すいません。なんかなと思ったら。そうなんだ。あ、でごめんなさい。これはそうなんです。サイボーグ。サイボーグなんです。はい。あのしかもサイボーグに改造されたんじゃなく、自分で改造してます。自分でやってます。自分で改造。自分でそうです。あの最初の出だしの頃はまだなんじゃなかったんですけどね、はい、サイボーグなんです。本当にそうです。サイボーグ化されている。そうなんです、はい、今の最終形態が。船大工ですよね。そうです、船大工。はい、めちゃめちゃ強いです、サイボーグなんで。あ、はい、もちろんジャーとかもなくてね。そうなんです。普通のサイボーグ。そうなんです。でサイボーグで彼のその燃料源がコーラなんです。こっちにあるコーラ、はい、コーラなんです。後ろにある樽のコーラ。そうです、そうです、そうです。あ、こっちか。だいたいコーラが好きだった、はい、コーラが好きなんでしょうね。あ、はい、まあ、車でいうガソリンと一緒ですね。ガソリン、はい、燃料です。その燃料がコーラなんです。はい、コーラなんだ。そうなんです。はい、でもこの、うん、いつもアロハシャツ。そうです、あの彼のスタイルですね。あ、アロハシャツに短パン一丁。短パンというか、あー、ね、ブーメランパンツと言います。ブーメランパンツというかね、はい、そうだよね。変態なんで、はい、はい、そうです、そうです。でも、スペインに欠かせない人なんですよね。あ、そうです、そうです。船大工だからですね。はい、もう一流が揃ってます。もう船大工、ものづくりに関してはまた天下一品です。あ、はい、もうパパーンって。あ、こっちもフランキーだけ。フランキーです、はい。あ、です。まあ、またこれもですね、本編を見ていただくとですね、いろんな、はい、ことが分かります。分かるんだ。はい、くださいということですよね。はい、もう欲しいですね。はい、この星印は何か意味が、何も意味は。もともとフランキーが登場した時は、まあ、街中の 裏を仕切っている輩だったんですよね。そうなんです、そうです。で、まあ、タトゥーが入ってます。はい、はい、それの名残でずっと、はい、最初の登場した時はあんまりいい感じではなく、あ、もう悪いやつです。悪いやつ最初は。はい、そうなんです。悪いやつです。でそれでだんだ ん、 そうなんです、ね、一緒になって旅をするようになって、はい、彼にもいろいろあったんです。あ、本編を見ていただいてですね、はい、ぜひ。そうなんですね、はい、でもフランキー、
方も後半の方の仲間そうですね、ですよね。そうです、もう後半に仲間になります。はい、そうです、めちゃめちゃ強いです。あ、やっぱ強いんですか。変身しますからね。変身するんだ。変身も、あ、はい、いろいろ変身します、はい、うーん、なんせサイボーグなんでですね。あ、例えばどんな変身するの。まあ、それはもう本編を見ていただいて。あ、見てから。はい、この格好なんだ、この感じなんだ。もうそうですね、今現在はこんな感じです。あ、はい、そうです。でもその場合によっては変身したり、変身したり合体したり。あ、合体したり合体とかもあるんですね。そうなんだ。もうそのたちはもうルフィとかチョッパーたちからも大人気ですね。あ、はい、個性が強そうですね、彼は。そうです、あ、かなり強いです、変態な、はい。そっかそっか。そうですそうです、はい。まあでもこのみんな筋肉すごいね。みんな筋肉がすごい。はい。みんな戦闘能力すごいですから。戦闘熱くんだもんね。はい。この BF37 っていうのは何か意味があるの？BF これあのまあ通称バトルフランキーって名乗ってますね。バトルフランキーの略ですね。はい。あとこの37はありません。はい。バトルフランキー。バトルフランキーで BF なんだ。そうです。はい。まあでもこういうふうに説明してくれる人がいると楽しみもやっぱり増えてくるよね。戦い方もすごい面白いんで。ただこう見に来るんじゃなくてね。はい、はい、でもまあ、まあ、一番男らしいですね。大ですけどらしいです、はい、そうなんです。男気あふれるやつなんで、はい、裸足なの。あ、そうですね、裸足だったりあの B さんだったり、はい、そんな感じです、はい、足でかっ。でかいです、でかいですよ。まあ、当たり前ですけど、ちゃんとサインもあります。そうですね、はい、土台が一番でかい気がします。ああ、そうね、そうですね。なんせこの腕ですからね。はい、肩と腕すごいっすよね。あ、すごい、手がまたね、はい、そうでかい、でかいです。もうサイボーグになったりしますからね。はい、すごいです。あ、まあでもいろんな楽しみ方やっぱありそうです。あります、はい、ぜひ本編を見ていただきたいです、まあ、あるキャラなんでしょうね。はい、はい、ですね、じゃあこっち、お時間の方も来ましたんで、はい、最後、阿蘇駅にあるウソップの方に、はい、ちょっと行こうと思って、最後のジャンプ行こう。はい、はい、最後のジャンプ、じゃあ阿蘇駅の方に行きましょう。はい、行きましょう。大丈夫です、大丈夫、はい、よし、じゃあ行きましょう。そっ、よし、よし、最後の場所、はい、やってきました、はい、こちらはですね、はい、阿蘇駅の方になります。阿蘇駅です。はい、阿蘇駅、そうです。まあ天気もですね、良かったんで、良かったんですけれどもですね、ちょっと時になったせいか、かなりの人が多いですね、はい、多いです、いましてですね、とこちらの方もちょっとさっと行かないような感じがしますんで、ちょっと行きましょう、はい、最後の銅像ウソップになります。はい、こちらになります。よ、ウソップ、この人と鼻が特徴ですよね。そうですね、うん、ウソップさん、こちら君も、はい、君もこれは何、この方は一味の中ではどういう立ち位置なんですか。狙撃手です。狙撃手、狙撃手、あ、はい、船海賊船には欠かせない存在ですよね。狙撃手長距離ですか。長距離から短距離からの、もう、はい、スバルの持ち主です、はい、じゃあこれ、このガマ口はこれは何が入ってるの。ガマ口ですね、これ、この背中に今背負ってるのがこれパチンコなんですよね。これですか。そうそうそう、パチンコ、これで攻撃するんですよ。その中、その玉のがここに、そう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 、にあるんですね。いっぱい種類がある。すごい、いっぱい種類、はい、いっぱい武器が入ってます、この中に。ちょっと取っておきましょうか。はい、はい、すいません、どうぞ。あ、どうぞ。ちょっとですね、人がかなり多いですのでですね、でこれ早い時期に仲間になったような感じですよね、ウソップさんは。そうですね、ウソップはもう、ゾロの次に仲間になった2人目、3人目ですね、3人目になりますよね。もともとそのどなんでっていう形になってくると、はい、先ほど聞いた話によると、お父さんも帰って、そうです、ルフィの時にも話しましたけど、赤髪のシャンクス率いる赤髪海賊団、はい、その中のクルーの一人です。あ、そうなんですか。はい、本当ウソップと言います。ヤソップ、ヤソップ、ヤソップも名狙撃手です。あ、
かやっぱ血を引いてるんでしょうね。はい、あ、こちらですね。そう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 、はい、これでこれパチンコなんだ。パチンコです、パチンコです。これでこうやってするの。そうです。すごいしっかり使ったっす。今ドンってあのこのテントウムシ君がね、ドンってドンってきたね。しっかりお仕事してますから。お仕事中ですんでですね、はい、やっぱりです。あ、これも一応等身大。等身大ですね。あ、これこんなに花ってもともと、あ、もともと長いです。長い、はい、で、はい、悪魔の実は食べてない。食べてないです。食べてない、はい、生身の人間です。生身の人間なんです、ね。はい、彼の特徴としては、はい、あのよく松田さんがよくやるんですけど、嘘つきですね、はい、嘘つかせたら天下一品なんです。あ、はい、でもただね、ファンの中でいろいろ言われてるんですけど、嘘つくんですよ。嘘ばっかり言うんですけど、うん、その嘘が後真実になっていく。おお、はい、そうなんです。ただ嘘をつくだけじゃないんですね。本人はただ嘘ついてるだけと思うんですけど、でもその嘘が後に真実になって、本当の話になってくるようなっていったりっていう、そういう感じの、はい、キャラなんですね。そうそうです。でこのガマ口の中をちょっと見たかったですね。見たでしょ。いっぱい武器が入ってます。うん、何でも入ってるんですね。弾が入ってるんですよ。はい、生卵ボスとかですね。タバスコボスとかですね。はい、いっぱいあります。これはでも逆にちゃんと立ってるメンバー。そうです。ではすごいビビリです。はい、あ、ビビリ。ビビリナンバーワンですね。あ、はい。ウソップ、チョッパー、ナミ、はい。ビビリ。ビビリ三兄弟ですね。はい。でも戦ったらいざという時がやっぱ頼りになるやつなんです。へえ、はい。そうです。そうなんだ。そうです。でもまあ関係ないけど腹筋割れてるし。そうなんです。すごいっすね。そうなんです。最初はこんな腹筋じゃなかったんですけど、はい。あんま本編でですね、ちょっと2年経過するとこがあるんですけど、その2年ですごいムキムキになって、はい、そうなんですね。そうなんです。ライズアップ行ったんですか。ライズアップは痩せる方なんで、まあでもですね、今回これで6体目ということになります。はい、はい、でこちらこうずっと回ってきましたけれどもですね、はい、まあ、楽しかったです。楽しかったですね、はい、いろいろですね、はい、あと3体残ってると思うんですけれども、はいはい、それができたらもう一回これしてみようかなと思っていますんでですね、はい、はい、皆さんも待っててくださいですね、周りにも結構ですね人が結構いらっしゃったんで、ちょっと邪魔になるかなとも思います。はい、ぼちぼち、スタジオの方に戻りましょう。ちょっと、はい、お返し持っております。はい、はいはい、ですね、じゃあウソップをさ、では皆さんスタジオの方にどうぞ。はい、皆様いかがだったでしょうか。はい、ですね、まず一番最初にですね、はい、音声の乱れ、ですね、映像のちょっと乱れとか、はい、すいません、なるべくこう出さないようにはしてるんですけれども、ちょっと声が遠くなったりとかですね、こう全てあのウソップ松田のせいだと思いますので、はい、ウソップだもんねで、あの今回あのいろんな撮影に行って、はい、途中チョッパーの時だったかな、はい、あのしばらくお待ちくださいと、はい、あの何かあった、あの時なんか松田さん喧嘩しました喧嘩しました殴り合いしました、あの結構いいですかって言われるもんね、撮影してる時に、ね、はい、ね、あの時はすいませんということで、はい、気づいてはいたんですけれどもですね、もうちょっとで終わりますんで待っててくださいっていうイメージもあったんですけれどもですね、メッセージもちょっと出したんですけれども、はい、すいません、まあいろいろと他の方にもですねちょっとご迷惑を、はい、かけたと思いますのですいません。であとですね、今回のコースなんですけれども、はい、ご要望があればですね、キモンが全然できますので、はい、これで運転手にしたね、ご要望があればですね、彼が連れていくと思いますのでですね、はい、よろしく。それとあの小田栄一郎さんですかね、ワンピースの作者の、はい、同じ熊本県の出身の方としてですね、はい、熊本市の出身の方としてですね、大変あの光栄に思っております。はい、はい、嬉しい限りですよね。はい、でまあ今回、こんな形で行って、ね、楽しかったんですけれども、ね、うん、実は、次回は何か知ってます。次回、はい、いやもうすみません、ワンピースのことで頭にあ、でも
その次回を言う前に忘れてた、ええ、木村さん、ええ、何か一言、ええ、メッセージがあるんじゃなかったですか。メッセージ、はい、あのすみません、あの意気揚々と話してたんですけど、はい、あのすごい詳しかったです。そうなんです、はい、あのちょっとテンパっちゃって、はいはい、ルフィの出身村は風車村です。あ、はい、ココヤシ村は波です。すいません。あんまり喋ることないんでですね、ちょっとテンパっちゃって、ごめんなさい、好きすぎて。すいません、申し訳ない。まあそういうことになっておりますのでですね、はい、で、本当詳しかった、助かりました、ありがとうございます。で、来週はちょっとお休みということになってます。お休みですね。はい。再来週になります。はい。再来週の、16日ですかね。はい。16日はですね、こちら今、上に出てますでしょうか。八千代にある八千代城ですね。八千代城跡ですね。はい。相当八千代ですね。八千代の方に行きます。はい。実はですね、ウソップ松田の、生まれ故郷といいます。はい。まあ、育ったところといいますか。はい。育ち故郷ですね。ね。はい、になりますので、はい、ちょっとどうしても八代をということで、彼のご、あの要望が強かったので、ちょっとそうでしたっけ、八代城を、はい、隠してたんですけど、ちょっと再来週はですね、やろうと思っておりますので、こちらの方もですね、皆様よろしくお願いいたします。はい、またこの3人で取りに行きますので、よろしくお願いいたします。はい、それとですね、もうぼちぼちお時間の方も来ましたんですけれども、最後にちょっとおまけ映像を最近ちょっと流すような形を撮っておりまして、今回一番最後に撮影したのが実はウソップの阿蘇駅だったのでですね、ちょっと阿蘇の方に登ってきました。そのそちらの方のですね、撮影もちょっと皆様に一番最後におまけ映像としてちょっと見ていただければ幸いと思っております。ちょっとですね、景色も良かったので皆様の癒しになってもらえればですね、よろしいと思いますのでですね、はい、それでは皆様また2週間後ですかね。はい、じゃあ2週間後またお会いしましょう。はい、それではさよなら、バイバーイ。タクシー用に俺はなる。はい、皆様ですね、こちらおまけ動画になります。おまけ動画です。はい、こちら阿蘇駅から東口登山道という道を上に登ったところなんですけども、はい、ちょっとですね、牛さん見に来ました。おっす、馬さんもいます。おっす、牛と馬が共存してる。眺めも最高ですけど。これね、餌付けできるって金門知ってる？知りません。これですね、もう少し季節がちょっとなってくると、はい、この葉っぱをちぎって、はい、こうやってやるんです。そしたら食べに来ます。本当ですか？牛さんが、はい、食べに来ます。で、牛さん食べに来るんですけども、舌が長いせいか、はい、漏れなくよだれも一緒についてきます。はい、まあでも楽しいです。はい、人懐っこい牛さんですので。そうなんですね。はい、で、今毛並みの黒いやつが黒花牛っていう熊本のブランド牛になります。黒花牛。黒花牛です。はい、はい、で、こちら馬さんはですね、多分ご存知のように馬刺しになると思います。はい、ここはですね、基本、食肉用の、そうですね、放牧されている牛さんや馬さんたちですので、はい、で、ちょっと上の方に登ってみますと、あちらの方に、毛並みが茶色の牛さんがいます。はい、あれが赤牛です。赤牛、熊本の誇るブランド牛の赤牛です。赤牛です、はい、今優雅に座ってますけれども、見えるか分からんです。本当？ちょっとじゃあ柵の中入ってきて。あ、いや、入るなって書いてあったです。原寸病予防のため。書いてたらいいよ。いや、でも見えるか見えないかちょっと微妙。微妙です。あ、でも久々にこう阿蘇の山に来て、そうですね、うん、やっぱすごいね。そうですね、すごいっす、迫力っす。あれが猫だけね。猫だけ、猫だけ、どんだけ、いかほど、中だけ、中だけ、あとわからんです。烏帽子騎士馬だけ。はい、騎士馬だけ。はい、こちらですね、はい、その展望台の方にやってきました。はい、今正面に見えるのが阿
結構強いね。ちょっと風も冷たい。強いです。風が冷たい。はい。あちらが中岳の方になります。風強っ。で、こちらが皆さんご存知の草千里ですよね。はい。草千里。こちらもカルデラになります。カルデラです。火山湖跡ね、はい、なります。で、特徴なのが水たまりがいつも2箇所あるってことですよね。はい。湧き水になりますね、あちらの水。多少その水がこうなくなることがありますけれども、すぐあんなふうにしてたまります。そうなんですね。はい。で、目の前にあそこに馬乗り場がありますよね。はい、今馬乗ってらっしゃる方がいらっしゃいますよね。はい。あそこあれがですね、2000のコースです。あれが2000のコース。2000のコースです。はい、で、最近の方にあの馬乗り場のところに馬がこう何頭も並んでますけども、はい、実はあの馬選ぶことはできません。はい。ちゃんと手前から順番に乗ってくださいと。そうなんですね。はい、言われます。基本2本目です。ね。ゆきちゃんとかさゆりちゃんとか。日本全部日本名です。横文字の名前の、あの馬いません。あ、そうなんですね。はい、で、何度も言ってると思うんですけども、約9万年ほど前の火山という形になりましたですね。24か27万年前だったかね、まさくんね。27万年前から始まって。始まって4回ぐらいの噴火が始まって、一番大きい、ね、噴火が4回ぐらいあってね。一番大きいというかね、噴火が4回ぐらいあって。最近では9万年ほど前の噴火でもこういう形になったんですね。はあ、まあでも風が強いけど大丈夫かな。まあおまけ動画だから、はい、こんな感じですね。あ、白い建物は火山博物館です。はい、でそこ駐車場ありますよね。それ500円です。500円、はい、昔410円だったんですけどね。そうなんですね。本当手が冷たいです。前外国の方連れてきた時に、あの目の前の丘あるでしょ。はい、あの丘ずーっと上まで行って、はあ、向こうに下って歩いてまた入ってこられました。下を通って。はい、すぐ帰ってくるかなと言って1時間半ぐらいかかりましたですね。正直ビビりました。何にも言わないで行かれたので、とか言うんだったらまだ分かるんですけど、えらい探しました。そういうのもあります。はい、で正面の方ちょっと見えるのがあのロープウェイの跡ちょっとですね。